PM10 のサロン喫茶守備。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りします。 PM10 のサロン喫茶守備、メインパーソナリティの井上俊です。毎週土曜日の夜10時から放送しています。よろしくお願いします。はい、3月31日と、3月も終わりで4月に入っていき、1,2,3,4,5,6 と、4月の金曜6日から3日間欅坂46のセカンドアニバーサリーライブが始まるわけで、そのチケットを先行予約を、まあ3月の中旬ぐらいですねに申し込んで当たらず、もうなんか先行って何なんだっていう、先行で予約してでも当たらないっていうこの運のなさ、自分のもう本当に落胆、落ち込む、マネパカードっていうカードがあるんですけど、その宣伝役に欅がなっていまして、で、マネパーカードに入会、まあ、契約すると欅のライブとかで今後先行予約とかいろいろ特典がついてくるということで、まあ入ったんですよ、入ってるんですよ。まあ無料なんで、それはいいかなと。その最初の先行予約のとは別にマネパカードの先行予約も始まったんですよ。そしてそれにも応募し、外れ。ここまで来たらすごいなっていう感じですね。この不幸、不運。でまあもうあとは残すところ一般発売しかない、もうそこにかける しかないんですけど、一般発売は昼の12時から始まって、その始まってから勝負は10分ぐらいですね。まあ10分もないかなぐらいの、5、6分で完売してしまうので、もうそこはスマホとパソコンを駆使して挑むしかないんですけど、乃木坂のライブも一般発売であの頃は行ってたので、結構まあ取れたとしても端の席ですね、上の方のステージの上の方の、もうステージじゃない、あの観客の上の方のステージが見えるか見えないかぐらいの、見えたらラッキーだなっていう場所なんですけど、一般発売が始まりまして、パソコンを打ち、スマホを打ち、で、更新。更新っていうか、もうなんかサーバーがちょっと受け付けませんみたいなになるんですけど、そういう画面になるけど、頑張ってそれでも押し続ける。そこで運が良ければ手に入るという形ですが、はい、それも、ダメでした。ダメですね、もう。なので、今回のセカンドアニバーサリーライブはいけないということになりました。悲しい。もう自分が悲しい。運のなさに。運っていうかもうなんか、気合が足りなかった。まあ、関係ないか。運がないですね。なのでまあ見守るという形になるわけですけど、6日から始まります、来週。
ライブに行かなかったとしても結構緊張するもんで、特に欅のライブってなると毎回いろんなちょっとハプニングがあるので、まあ、今回はテチが参加しないということで、意外とまあ普通にシンプルに進んでいくのかなと思うんですけど、それでも不幸中の幸いは平手友梨奈が参加しないっていうことですかね。自分の推しメンバーがいなくてよくはないんですけど、これでテチも参加してるとか、まあそれでもセカンアニバーサリーライブは行きたかったな。行きたかったですね。はい。アニバーサリーライブ、見守ります。いただいた曲は We Are Invisible でした。この後はあのコーナー、 PM10 のサロン喫茶守備。それではこのコーナーに参ります。破りたければ破ればいい、君が作ったその掟。はい、こちらでは普段生活をしていると無意識に自分だけのルールを作ってしまうことがあると思います。必要のない時でもついやってしまうあなたの掟をこのコーナーで紹介していきます。はい、今日も自分だけの自分の掟を紹介するしようと思うところですが、お便りがメッセージが来ました。なので早速紹介したいと思います。ペンネームポテトヘッドさん。私のマイルールは、鍵を閉めた後や電気や電源を切った後に必ず指を指して心の中で OK と言います。これをしないと後からちゃんと閉めたかなと消したかなと不安になりますというルール掟。心の中で OK とね、その指差し確認ですね。まあいわゆる、確かにまあ、そうそう、電気切り忘れとか、電源切り忘れとか、結構気になりますね。自分も気になるんですけど、ポテトヘッドさんは、これをしないと後から不安になるという。結構神経質ですね。なんかその、意外とって言ったら、あれやけど、いや、ちゃんとしてるなと思いますね。この性格は。うん。まあ、心配性というところもあるんだろうけど、鍵を閉めるとか、今、なんかオートロックのマンションとかは、もう鍵を閉めない人が多いとか聞くんですけど、それは怖いしな。なんかちゃんと鍵は閉めた方がいいなと思ったり。
ポテトヘッドさんはなんか節約してそうですね。電気を切ったかなとか結構気にしたり、ちゃんと生活してる方なんだなと思いました。いや、電気消さない人とかテレビつけたままとかたまにいるじゃないですか。まあ結構いると思うんですけど、消した方がなんかやっぱり電気代とか気になるし、つけたままにしないで切った方がいいですね。鍵を閉めた後、電気や電源を切った後に必ず指を指して心の中で OK というポテトヘッドさんの君置きでした。メッセージありがとうございます。本当に嬉しいですね。最高です。ありがとうございます。はい、皆様の君置きを教えてください。ラジオネームを添えてメールまたは Twitter メッセージと YouTube コメントで送ってください。懸命に君置きと書いていただけるとありがたいです。メールの送り先は subi10@gmail.com subi10@gmail.com shvii10@gmail.com です。ポテトヘッドありがとう。KM1963 タートルヒル SI スタジオからお送りしてきました PM10 のサロン喫茶守備、そろそろエンディングのお時間となります。はい、アニバーサリーライブ来週から始まりますか。また来週の土曜日に、やるとこれをまた言うと思うので、金曜日ちょっと緊張してライブの成功を願っています。ライブ、一番最初にライブに行ったのはこの人生で、なんか大学のなんか文化祭みたいなので、自分がその時は中学生か高校生かの時に、中学生かな、中学生の時にその大学にアーティストが来ていて、モンキーマジックが来ていて、それを見に行ったっていうのが初めてですね。初めてその大きな大音量で聞いた、耳が弾けるぐらいの音で歌を聞いたっていうのは、それが初めてでしたね。なのでモンキーマジックは結構好きですし、その思い出も強く残ってますね。欅のアニバーサリーライブ、無事に何事もなくライブが成功することを願っています。
はい、君置きエピソードとスピスピメッセージをお待ちしています。スピークスピークでは質問や悩み相談など何でも送ってきてください。その他詳しくはツイッターをご覧ください。ここまでの時間は井上俊がお送りしました。ハッカキャンディアプー。